本校葛飾区の町名では、東京都葛飾区に存在する、または過去に存在した町名を一覧化するとともに、明治時代初期以来の区内の町名の変遷について説明する。葛飾区は昭和7年10月1日、従前の南葛飾区、奥戸町、本田町、南綾瀬町、亀青村、金町、荒宿町、 水元村の5町に村の区域をもって成立した。以下、明治時代初期から、葛飾区成立までの行政区画の変遷について、略述する。区名に採用されている、葛飾は、古くはくず飾り、かちなどとも書き、8世紀の焦燥院文書、万葉集などにも言及される歴史ある地名で、かつての下佐国と武蔵国、現在の東京都、千葉県西部、 埼玉県東部にまたがる広範な地域を指した地名である。現在の葛飾区の区域は、かつては武蔵区に葛飾郡に属し、近世末には以下の一町38村が存在した。なお、上記の町村の中には、本村から離れた地区に飛び地を有するものもあり、近代以降は荒川放水路の改作に伴う行政界の変更もあって、上記一町38村の範囲は、 現行の葛飾区の範囲と完全には一致しない。上に挙げた他に、全在門村、墨田村、若宮村、上一式村の一部も、現、葛飾区に含まれている。明治一新以降、これらの葛飾区の町村は、武蔵地検事の支配を経て、明治2年1月には、小菅県に属した。明治4年7月、廃藩地検が実施。同年11月、 従来の東京府、品川県、小菅県が廃止されて、新しい東京府が設置され、葛飾郡の内小菅県管轄だった部分も東京府に編入されることとなった。同じ時期に、府内は6大区、97小区に分けられた。明治7年3月、区割りが見直され、改めて11大区、103小区が設置された。後に、葛飾区となる区域は、このうちの、 第11大区第1.4小区に属していた。その後、軍区町村編成法の施行に伴い、大区小区制は廃止され、明治11年11月2日、東京府下に15区6軍が置かれた。後に、葛飾区となる区域は、このうちの南葛飾区に属していた。明治22年、市制、町村制が施行され、東京市が成立。 深可の六郡は、既存の町村が、配置分合して八十五町村となった。八十五町村の内南葛飾郡に属していたのは一町二十三村で、このうち現在の葛飾区の区域に該当するのは、荒宿町、奥戸村、立石村、南綾瀬村、亀青村、金町村、水本村の一町六村と、平井村、大木村の各一部である。平井村と、 大木村は荒川放水路の改削に伴い、大正3年に廃止。平井村の区域は奥戸村と小松川町に、大木村の区域は本田村と安町に分割編入された。その後、以下の4、村が葛飾区成立以前に調整を施行している。なお、明治22年の町村合併によって成立した新町村とそれ以前の旧町村との対応関係に、 ついては、飛び地等が多数あって煩雑なため、後に不死を改めて説明する。昭和7年10月1日、東京市は周辺の5軍に属する82町村を編入し、いわゆる大東京市が成立した。なお、従前の6軍のうち、南豊島軍と東多摩軍が明治29年に合併して豊多摩軍となっている。 編入された82町村は20区に編成され、東京市は既存の15区と合わせ、35区から構成されることとなった。この時、奥戸町、本田町、南綾瀬町、亀青村、金町、荒宿町、水本村の5町に村の区域をもって、葛飾区が新設された。昭和九年六月一日、河川の流路変更に伴う和田地区との境界変更があり、 葛飾区柳原町と小屋野町が足立区へ、足立区日の出町2丁目と伊藤谷元町が葛飾区へ、それぞれ編入された。昭和18年7月1日、東京府と東京市が廃止されて、新たに東京都が設置された。この時、葛飾区を含む35区は東京都直轄の区となった。昭和22年3月15日、35区は22区に、 再編される。この時点では、葛飾区の区域には変更はなかった。昭和43年4月1日、河川の流路変更に伴う和田地区との境界変更で、葛飾区城千葉城が和田地区へ編入。現阿蘭世紀の所在地が葛飾区から和田地区へ移る。その後、大規模な変化はなく、現代に至っている。現、葛飾区の区域は、明治22年の 市政、町村政志向の時点では、南葛飾郡の荒宿町、奥戸村、立石村、南綾瀬村、亀青村、金町村、水本村の一町六村と、平井村、大木村の各一部に属していた。これら明治22年の町村合併によって、成立した町村と、合併以前の旧町村との対応関係は次の通りである。上記のほか、大正三年には、 墨田町の大技墨田と大技全在門の各一部が本田村に編入されている。明治の大合併以前の旧町村名は原則として新町村の大技な、さらには葛飾区の町名に継承されている。ただし、若干例外もあり、曲がり金村の名称は奥戸村の大技としては継承されたが、葛飾区成立時に高座号町と改称された。 奥戸村に編入された新宿町の飛び地には、諏訪屋という新しい大あざなが付された。葛飾区では、1964年から準軸内の住居表示が実施され、1981年までに、ほぼ全域の住居表示実施が完了した。なお、住居表示法施行以前に、町名地盤整理が実施された地域も、若干ある。以下は、住居表示。 町名一番整理実施以前の1957年、現在の町名と現行町名の対象表である。住居表示が1月1日に施行されている場合は、その前年を旧丁明の廃止年とした。葛飾区ではほぼ全域において、住居表示の実施が完了している。以下は住居表示実施後の町名と、当該住居表示実施直前の旧丁明の一覧である。旧丁明の後に、 と中期したもの以外は、当該9町域の一部である。主要部分の住居表示は1968年に完了。金町6丁目のごく一部が住居表示未了で残っていたが、当該区域は1975年に東金町5丁目53番、1981年に東金町5丁目54番となった。統計書の 町長名別土地面積によると、葛飾区には住居表示実施済みの30町名の、他に、面積0.00035平方キロの、鎌倉町という町が存在する。鎌倉町の成立過程、所在等については未詳。参照葛飾区公式サイトトップページ育成情報、統計、調査統計。ありがとうございます。